おかえり。友達とご飯どうだった？楽しかった？それはよかった。さあ、お風呂に入ろう。まだ昼だよって？外は汚いでしょ？知らない男の匂いをまとっているのは耐えられない。外の世界は薄汚れてる。本当は外に出したくないんだけど、君は外に出たいみたいだから我慢してるんだよ。もし危険なことがあったら一生出さないけどね。まあちゃんと見張ってるし、何かあっても僕が守るけど。だから、ちゃんと僕の言うことを聞いて。お風呂入ってる間に、君の好きなスイーツ用意しておくから。わかった？いい子だね。上がった？ほら、髪濡れてるよ。おいで、乾かしてあげる。君が好きな駅前のスイーツ買ってきたんだ。後で一緒に食べよう。さあ、乾いたよ。コーヒー入れるね。今日一日何もなかった？男の人と話してない？本当に？君は僕に嘘つかないと思うけど、君がそう言うならね。その言葉が聞けて安心したよ。どうしたの？疲れて眠くなってきたのかな？おやすみ。さあ、ベッドまで運ぼうか。寝顔、かわいいな。残念だな。どうして君は嘘をついたの？僕は悲しいよ。君は今日、男の人と話していたね。これはお仕置きだよ。もう君は外には出さない。僕とだけ話せたら、それでいいよね。それ以外は望まないで。いや、望ませない。僕のことで頭いっぱいにしてよ。頭おかしくなるくらい僕を好きでいて、君の思考を独占したい。僕は君のことで頭がいっぱいだ。助けてよ。こんな愛し方しかわからないんだ。僕と一緒のところまで落ちてね。君と一緒にどこまでも落ちていきたい。大好きだよ。動画見てくれてありがとう。
ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てね。バイバイ。